皆さんこんにちは。今日はバルーン1本で作れる大きなリボンの作り方をご紹介します。まずポンプに口巻きをしっかりはめて、口巻きを押さえてポンプを押して空気を入れます。先端は3センチから4センチ残します。バルーンをポンプから抜き取って、口巻きを引っ張って人差し指と中指に巻きつけて、指の間を通して縛ります。両手でもみもみして空気を先端に送ります。バルーンを半分に折ります。ちょうど真ん中のところでひねります。5回ぐらいひねります。ひねったところから4センチくらいでひねります。玉ができます。玉を引っ張りながらひねります。玉が潰れる形になるので、つぶしひねりと呼んでいます。バルーンの長い方を4センチでひねります。折って、玉を引っ張りながらひねります。はい、つぶしひねりが2個できました。拳2個分ぐらい大きく折ってひねります。少し引っ張りながらひねります。もう1本も同じようにサイズを合わせて折ってひねります。少し引っ張りながら、つぶしひねりのところでひねります。つぶしひねりの玉をリボンの前後に移動して整えます。リボンの形ができました。輪っかを広げて形を整えたら完成です。壁に飾るときは切れ端のバルーンを使うと便利です。裏面のつぶしひねりに絡めて輪にすれば、壁などのフックに引っ掛けることができます。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画でまたお会いしましょうね。